え？で、どうすの？彼方を助けに行くんじゃないの？行く行じゃかなないの？の？あれ？え？あれ？彼方を助ける、オア、メダルを受け取って帰る。急に分岐？マジ、これ分岐なの？いや、わいや、からん。セーブしたわ、そうだ。いや、僕の勘では、メダルを受け取って帰ったら、デッドエンドになりそうな気するけど。そうだね。誰もいないわ。え、でも、わかんない。でも、だって、話進みそうじゃない？メダル受け取って帰ったら。確かに。わかんない。え、どうする？だってこれ左3人が、カナタ助けたい組で、右側が受け取って帰る組でしょ？だよね、きっと。うん。いや、助けたいけど、エンディング分岐の順番的にどっちの方がいいんだろうっいてや、考えちゃってるそう私ながんいるだよよ。ね。そうなんだよ。僕たち実況者だから。ねえ。 真っ先にそれを考えるんだけども。いや、カナタを助ける方が正式ルートなんだったら、一回メダうん。ル受け取って帰ってみたいけどね。そうしよっか。うん。それでさあ。分岐だったら、そうだっうん。たんだってだろなろう。う。うん。これ、どうやって喋りかけれんの？喋りかけれないんだけど。ああ、よかった。え？ああ。裏切り者を助けてあげる理由なんてない。先生、どうするか決めた？ちょっと待って、他の人にも？アトラクションが終われば、ボールの中身も戻ってくるんだよな。じゃあ、早くここを出て、レッドのお面を取り戻すべきだな。ああ。シンタのレッドのお面はどうでもいいけど、僕ちゃんもう、もう、僕ちゃんもう、もう帰りたいのら。彼方はひどいこといっぱい言ったし、もう嫌いなのら。なんかコースの先がすごいデンジャラスな色なんだけど。やっぱ毒かい？でも、今の彼方はなんかひどいことに思え、人ごとに思えないし、私は放っておけない。アキちゃん、いい子じゃいいない子。の。ゆう先生、この後どうするか決めてくれた？ここで悩んでても仕方ないよ。ダイヤはずっと、彼方に手を差し伸べているのね。いい子。俺、カバの色赤色がいいです。ファラウェアが赤色だから赤色がいいです。いいですね。赤じゃないですか、じゃあ。赤がいいと思いすまいす、ません、私も。最低な考えをして。一回帰るか。はい。あの子の好きにさせてはダメか。電話の人が敵だとしても、味方だとしても、そんなことは分かっているんだ。そうは言っても、ゾーヤの言うことにも一理ある。もしまた、マドカみたいなことが起こったら、俺は責任を取れるのか。でもじゃあ、カナタをこのまま放っておくのか。選択できないね。ここではきっと、私たち大人が何かを選んで、決断しなければならないこともあるでしょわかってる。先生は、どうして選べないの？俺は大人だから。自分の信じた道を進んでください。正解を決めないと。間違えちゃったよね、ゆうくんは。それでも、俺が、選ばないと。誰か助けて。やば。天使？ダイヤくんの、みんなの笑顔の、みんなの中には、ゆう先生も笑顔でいてくれなきゃダメだってことだよな。そうだよな。ああ、やばい。この表情初めて見たよ。
初めて見た。大丈夫だよの顔だよ。うん、あ、ダイヤ。暖かいね、ダイヤの手は。ありがとう。落ち着いたよ。あ、手、汗びっしょりでごめんね。今なら冷静に判断できそうだ。彼方を。追いかけよう。オッケー！オッケー！先生。もちろん、電話の女の人が言ったことが気になるっていうのもあるけど。カナタはあの子に騙されて今心を閉ざしてしまっていると思う。きっと誰がどんな綺麗な言葉をかけてももうカナタの心には届かない。手を伸ばそう。そうだね。でも友達の手の温かさなら届くかも。そう思ったんだ。ダイヤのおかげでね。最悪。もう好きだー。もしそうだとしても今さらだよ。もちろんカナタがやったことは良くないことだから。だからカナタにはちゃんとごめんなさいするチャンスがあっていいと思う。いいこと言うじゃない、アキちゃん。その先はそれからでもいいんじゃない。うん、まだまだ幼稚園児だから、もう間違うことなんていっぱいあるんだから。そうだよ。うん、アキ、ごめんなさいするチャンスか。いやいや、それそれ。そこまで言われるとなんかそんな気もしてきたな。シンタ君、自分がない。流されてんだ。流されてる。あんた、ちょっともうちょっと自分の意思で動いて。反省してるなら考えるなら。私も秋に賛成。ゾウヤ、どう？やれやれ。わかった。そんな顔しないでよ。でも、もしカナタが何にも反省してなかったら、僕はもう知らないからね。よし、行こう。カナタとヒナタを助けるんだ。おお、おお、いいぞいいぞ、やってやるぞ。いやー、犠牲マドカちゃん以外なくて済むかもしれない。え、フラグですか？っていうか赤くね。赤いね。まずいね。当たっちゃったね。当たっちゃった。はぁ、あ、はぁ、あ、ヒナタ、どこ、僕を置いていかないでよ。くそ、くそくそくそ。あんな怪しい奴のこと、最初から信じるじゃなかった。こいつもこいつもひなたのことを分かってくれない。じゃあもういい。僕だけでひなたを取り戻してやる。その顔、結構好きだな。別にね、絶望してほしいわけじゃないんだけど。次はこれ。どうすればいい？ひなた？ああ、いないよ。答えてよ。君がいないと僕はどうしたらいいか。とにかく早く、ひなたに追いつかないと。頑張れ。頑張れ。負けるな。はあ、はあ。早く、早く、早く、早く。いけるいける、頑張れ、あともうちょっと。あ、ひなた、
やばい。早く上がらなきゃ。上がれない。どうすればいい、ひなた。助けて、ひなた。なんで、嫌だ。届かない。どうして。沈む、苦しい、寒い。どうすれば。早く、早く来て。誰か。掴んで、手を。助けてくれる人なんているわけないか。誰にも伝わっていないんだから。お？ひなたはずっとずっと前から僕と一緒にいた。僕たちは生まれる前から二人で一つ。気づいた時には君はもう僕の隣にはいなかったけど。本当は双子の予定だったのか。かなあ、はあ、その隙間を埋めるように僕の隣には彼が来た。だから彼はきっと日向。ヤーファラウェア流れてる。あ、本当だ。ひなたには一番気を許せた。ひなたは言葉にしなくても何でも分かってくれた。僕たちは生まれた後も二人で一つ。だからひなたさえいれば何でも楽しくて。ひなたさえいればそれでよくて。気がついたら、日向以外とどうやって話せばいいのか、よくわからなくなっていた。はぁ。思いを言葉にするのは、とても恥ずかしい、難しい、ダサい。そういうことだって言葉にしなくても日向は全部わかってくれる。じゃあ別に恥ずかしい思いをする必要なんてない。わざわざそんなことしなくても日向と一緒に笑い合えればいい。日向以外はいらない。だから僕の世界はひなたがいなくなったら全てが真っ暗で誰にも何にも見えなくなった。ダイヤ、ナイス。みんなで引き上げよう。うーわ。やっ、危ないところだったのな。どうして。大事なんでしょ、ひなたが。じゃあどうしてもこうしてもないでしょ、助けないと。今度こそ手を取れ。もう誰も信じないぞ。どうせ本当は僕が痛い目に遭っているところを見に来たんだろう。君はまだそんな。静かに。うん。なんだよ。なんとか言ったら。
何も言えないか。そうだろうね。僕は何も言わない。君は何も言えない。じゃあ、何にも伝わらないんだよ。あ、話してよって。ごめんなさい。助けて。謝るから。ひなたを助けて。うん、わあ決まりね。今ので十分伝わったでしょ。まあ、一旦はよしとするか。でも、これで全部が丸く収まったとは思わないでよ、カナタ。ダイヤ、どうやってあの頑固なカナタを？言葉だけが全てじゃない。うん。手の温かさだけで伝わることだってあるんだよ、きっとね。うん。やばい、泣きそう。ちょっとやばい、ほんとに。めっちゃいい。めっちゃ好き。うん？ちょっと待って。これ停止スイッチがないぞ。あれ本当だ。ああ、全員がやるしかないのか。でもこれいける人限られちゃうじゃん。うん。あれ本当だ。ゆう先生ポイポイ投げろ。投げろ。じゃあ全員が気合で逆走しなきゃいけないなら。してなかったからな、こやつ。ねえ。いや、その顔もう決意に満ちてる。うん。先生、ダイヤが。うん、今のはユウ先生にも分かったよ。ここは一旦ユウ先生がダイヤだけ抱えて先に行く。時間もないし、それで行こう。ああ、みんなのことは私がちゃんと見てるから心配しないで。え、ダイヤ君を連れてくのかい？ダイヤを連れてくの？大丈夫？フラグ。今、胃が痛いんだけど。え、なんか、流れ変わったよ、今。待って、本当に、胃が、いてて。ここは、とにかく足を動かすしかない。ボタン連打だ。痛い。いいぞ、ブラック。頑張れ。お腹痛い。頑張れ。頑張れ。ちゃんと進んでるよ。あー、同じ。よし、いやこれでいけるだろう。まだか。っていうか、おいか、この二人なんだねえ。おー、やったぞ。これが成人男性パワーだ。せやなすぐに追いつくから行って。すぐに来てね、すぐに。すぐにだよ。すぐにだよ。ダイヤ君はなんで一緒に来たの？よかったね、二人だけだよ。助けて。あ、記憶はでもやってくれるよ。次はこれか。いや、多分違うんじゃないか。え？さっきやってもらったからゲージない。あ、そっか。うん、え、てかゲージそもそも。もう無理。ああ、フラッシュ暗算？なんだ今の。あ、でもダイヤ君得意なのか、やっぱり。うん、だから連れてきたのか。ってことじゃない。はあ、こんなの覚えさせる気がないだろう。動体視力良すぎ。頑張る気合で。あ、ダイヤまさか。あー、すごい。頑張れ、思い出せ。頑張れ。ダイヤならできる。めっちゃ思い出してる。あー、いない。
だよ。これなら日向に追いつける。行こう行こう。え、すごい。本当にダイヤ、ダイヤくんハイスペックすぎる。あ、黒い雲が、黒い色、やば、えぐ。よし、間に合ったみたいだ。あとは日向が入ったボールをキャッチするだけ。さあ、ボールがどんどん流れてくるでもいい。何が来るかわからんぞ。いや、そうだよ。もうなんか化け物流れてきてもおかしくないからね。ねえ、あ、いっぱい流れてくる。あ、うわ、え、なんだこれ。うわ、中身空っぽばっかです。これじゃあどれが日向かわからない。が、頑張って。ヒントなしで探せってことか。あ、やば、ミスった。ミスってない。フルフル。え、ないけど。何が違うの。なんか違うらしいぞ。え、キョロ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 。ダイヤ、何かを探してる。俺は俺でボールをキャッチしないと。せやな。ちょっとダイヤくんに任せて頑張るしかない。あ、頑張って。やばいやばいやばい。クソ、外れか。外れしかないやん。外れしかないけど。こっちか。なんかピョピョ、あ、なんかしてる。これも違うか。キョロキョロ。ダイヤ、やめて。そうか、ダイヤは日向が入ったボールの、あ、ちょ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 、待って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 。ああ、そういうこと。ああ、お腹痛い、お腹痛い、無理。いや、もう、まあ、本当に、あ、ダメ、もうダメダメダメ。ちょっと待って、本当にダメだ、無理。あー、もう勘がいい私は嫌いだよ。はあはあはあ、いや本当にやばい。進めたくねー。でも進めたい、進めたくねー。どんどん恐怖心がこう湧き上がってるんだよ。あー、でもワンちゃん、どうだろう、後で絶対追いつく、すぐ追いつくって言ったから、あの、今度は、ダイヤくんの手を、かなたくんが掴んでくれるって、かなたくんは死なないけど、あの、ひなたくんはちょっと助からないかもしれない。オッケー、やりますか。そうか、ダイヤはひなたが入ったボールのわずかな特徴を覚えていたんだ。でも、場所がもう、うわぁ。だいぶ、下行っちゃったね。あぁ、もうダメだ、無理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 。ダイヤくんが助けるしかないよ。ダイヤ、ダメだ、行っちゃった。ダイヤ、遠すぎる。とてもじゃないけど間に合わない。俺がついていながら、これじゃ、まどかの二の舞じゃないか。いや、それ以上に。俺の選択のせいで、また誰かが脱落する。諦めてんじゃねえ！そうだよ、行けよ。俺は子供たちに甘えているから。俺が大人として厳しい決断をできないから。俺が。壊れてんじゃねえ、早く助けろバカ。あー、ほら、いったー、信じてた。カナタ、もういい、もう十分だ。確かに日向は僕にとって大事なものだけど、そのために君が犠牲になるのは違う。
君は僕とずっと一緒にいてくれたのに助けられなかった。でもこうしなきゃって思ったんだ。ダイヤの手を掴まなきゃって。こんな風に思ったのは初めてで。ごめん。はぁ。謝るな、カナタ。ヒナタはヒナタだけど、本当のヒナタじゃない。ヒナタはカナタだから。カナタが友達に素直になれたならもうさよならだ。また会えるかな。いつでも会えるぞ。ひなたはこれまでもこれからもずっとかなたの心の中にいるからな。だから大事な友達の手離すなよ。ありがとう、ひなた。いやー、泣いちゃうってこと。さよなら。あー、成長だ。成長したね。お待たせ。みんなでダイヤを引っ張り上げよう。せーの。よかった。よかった。本当に。よかった。助かったね、二人とも。本当によかった。いいよ、謝らなくて。それ。仮を作るつもりは。いや、そうじゃなくて。その、謝るのはむしろ。とにかく、ひなたは残念だったけど。いいんだ。君がその、無事。無事だよ。ひなたも。え？あ。その足音どうにかならんのかい？ぴょこぴょこだね。いててギリギリだったけど、ほら。よくやった！やるじゃん、ゆう先生。かなたは、俺が動けなかった一瞬でとっさにダイヤを助けることを選んでくれた。でも、ひなたはかなたにとって大事なものだから、本来、どっちか片方なんて選ぶものじゃない。うん、そう思ったら、意地でもキャッチしてやるって力が湧いてきてさ。うん。ああ、ダイヤくんのおかげだ。これで、正真正銘アトラクションは終わりだから、ボール、開けてもいいんだよね。そうだね。いい、ダメ。ギリギリだったけど、ほら。ああ、よかったね。あ、ひなた。ああ、もう喋らなくなっちゃった。喋んないね。さようなら、ひなた。これからはそこで見ててよ。僕はもう大丈夫だから。成長したな。うん、俺のお目も戻ってきたぞ。お前はもうちょっと成長しろ。気
厳しいことを言ってしまった推しなのに。いやでもね、よかったね。やっぱお面があった方がいいよ。そうだよ、うん、お面があった方が似合う、うん、なんか足りなかったもんな。戻ってきたぞ。これで俺もまた。お？あれ、あれれ。で、カドト。改めてみんなに何か言うことがあるんじゃない？ごめんなさい。謝った。今回は僕がやりすぎた。今更って思うかもしれないけど、謝って遅いこともあるかもしれないけど、もう二度としない。ごめん。分かってくれたんだね。なあ、やばい。仲直りだ。まったく反省しなさいよ、日向と二人で。カナタ、日向を助けてくれた二人にもお礼を言ったら？あ、うん。こういうのはいつも日向に喋ってもらってたけど、自分の言葉で伝えなくちゃ。はあ。ダイヤ、ユウ先生。その。うん？悪い顔してた。あ、ムカつく。ムカつく。ムカつくぞ。ニコニコ。かわいい。かわいい。ムカつくない。ない。爽やか。あ、あり。なんかくすぐったいな。かわいいね。ピースフル。よかったね。よかったね。うん、あー、かわいい。そんななんかかわいらしい笑顔は。めっちゃいい終わり方したんじゃない？ねえ、よかったねー。あの子助かったんだ。おぉ。なんだ。ま、ゆうくんと遊べたからいいや。こいつ。でもゆうくん、そんなんじゃ、いつまで経っても、大人になれないよ。ゆうくんは、今度こそ、ユーロピアで大人にならなきゃいけないんだから。わあ、終わっちゃった。終わっちゃったね。すげえ。最後マイちゃんやば。怖すぎ。本当に。いやでもダイヤくんもカナタくんも生きててよかった。そうだよね。そうなんだよ。まさかの ねマドカが死んじゃった。これはショック。でも、いや、サイヨシ生きててくれてよかった。そうだね。おめでとう。でも、まどかちゃんの死はちょっとあっさりしすぎててちょっと悲しかったけど。まあね。まあそこは確かにあるけど。でもなんか逆に今までさ、なかったこう二人組だったわけじゃん。そこがこう、そうだ ね。あんな手取り合って、すげえ深掘りされてめっちゃよかった。想像してなかったね。いや、そうなんだよね。今までにマジでなかったから。うん。これは盛り上がるよ。いや、本当に。嬉しいわ。いやー、推しと推しが絡みまくってましたもんね、今回ね。いや、本当に。お互いの推しがね、ちょうど。めっちゃよかった。早く第6話見たいよ。第5話、君と僕をつなぐもの。いや、これは、おててということですかね。そうだね。本当に。そうなのもね。
ん？お？なんだここ。ああ、うん。これあれじゃん。ユウ先生が地下で怖い怖いしてたとこじゃん。あったあったあった。ミロッキュがめっちゃビビってたとこ。嫌な覚え方だな。あ、あ、出てくんだ。え、何これ、知らないんだけど。ねえ、よかった、生きてて。なんだ、扉？なんか鍵、開けた。開いたか。ええ。この鍵を手に入れるのに、だいぶ苦労しちまった。怪しい鍵で開く、怪しい地下の扉。これがダンジョンだったら、中にはお宝でも眠ってるんだろうけど。俺の予想が正しければ、この中には。何があんの？何？これ、どうせ見せてくれないよ。え、ここで割る？ここで割るやつ。絶対そうだろう。これは。絶対終わるやん。そうか。やっぱり。いや、絶対に言わせてるものは。てか、やっぱりって何？やっぱりって。ねえ、そういうことだったのかよ。は。お、ユーロピア真相解明まで、あと、2話。2話 !2話 !2話かい？え？ということは、うん。6話、7話、7話で終わりってこと？あ、終わった！おぉ！急に終わる！え、あと2話で終わりなんだ。マジか！え、じゃあもう、え？あと2話で終わんの？え、怒涛の展開じゃなきゃ追いつかないよ、多分これ。え、そうだよね。うん、あ、でも人数的にはもう、あんまり残ってないといえば残ってないけど。あ、まあ、そうか？そうか。あと残ってんのが、シンタ、ヒカル、カナタ、ハヤテ、ゾウヤ、ワタル、ダイヤ、ユウ先生、アキ、かな？ああ、一応9人くらいいるのか、結構いるな。そうだね。まあ、でも、一応、深掘りされてないのだけで言うと、アキちゃんとワタルくん、シンタくんじゃない？ね、シンタくん。ゾウヤちゃんもじゃない？あ、ゾウヤちゃんも、じゃ、ゾウヤくんもだ。ゾウヤくん。ゾウヤくんだね。うん。いやー、待って、シンタくんは、うん。ね、シンタくん。うん。シンタくんは、うん、でも最後のところで、やっぱりその、ユウ先生と、その、ヒーローの部分で重なって、うん、ね、今度はシンタくんはちゃんと成長して、ユウ先生の二の舞にならないっていう。いや、そうだよね。そう。だから死なないと思ってる、彼は。そう、ブラックがなんか今回出てきたもんで、ね。うん。そう、意外なとこから。あれがなんか、だから、ね。ユウ先生との話もありつつ成長してくれるんじゃないかなっていう、うん、そう、ここまでずっと落ち込んでるんだから、それ回収しなきゃおかしいから。いや、本当に本当によ、シンタくんちょっと落ち込みすぎじゃない？そう、いや、今日もってか今回もボロクソだった。ボロクソ。メインキャラだよ、メインキャラ。かわいそうだった、マジで。そうだよね、確かに。でもあと2話で終わりだからね。そうだよね。いや、今まで他のヒーロー戦隊、渡るくん以外全滅してますから。いや、そうだよね。怖いね、渡るくんね。渡るくん死にそうだな。いや、好きなんですけどね。めっちゃ好きだけど、まあ、新宅絡みで死にそうだなっていう予想を立てておりますけど。いや、悪く言えば踏み台になりそう。そうだね。踏み台だね、これは。悲しい。いやだよ。いやー、でもゾウヤくん、アキちゃんあたりは6話で来んじゃないかなってなんとなく思ってるけど。え、ゾウヤもう次来るんじゃない？なんかネックレスの話あったじゃん、今回。そう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 。あれ何？結構、伏線みたいな感じで匂わせてたもんね。え、そうだよね。まあ、でも、ハヤテくんもなんかあるんでしょうね、これは。きっと。そうね。あそこは最後のいい感じのところで合流してくれると私は信じてるんだけど。うん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 。はあ、やばいな、ドキドキだね、これは。もう、楽しみだ、今から楽しみ。次出んのいつ？気が早いな。いや、でも、大悟はめっちゃ良かった。ねえ。プールのところのシーンとかさ、BGM やばくなかった？ BGM めちゃくちゃ良かった。めっちゃいい、なんかテーマソングみたいなキャラクターの、舞ちゃんの、何、登場してくるとか、あれやばかった。ラスボス BGM でしかない。ラスボスなんだよね、絶対。リズムが変わったりしてさ、アレンジされてんのめっちゃ良かった。うん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 。
めっちゃよかった第5話。第4話から、第5話までの期間が、多分1月に出てんの、第4話って。で、第5話が9月末に出たでしょ。結構経ってんだ。そう、結構空いたんよ。これは来年かもしれませんね、全然ね。来年やばい。来年の同じ時期とかになるかもしれない。うわぁ、それ、バテるかな。もう一回自分たちの実況を見ちゃうだろうね。いや、そうだよね。いや、でも第4話めっちゃしんどかったからこそさ、第5話めっちゃ感動したわ。そうね。だ、第4話は救われなかったもんな。そうだったよ。そうだったよ。うん。そうだったよ。辛すぎたから。うん。第5話でこう、ちょっとあったかくなってくれてよかったな。いや、そうだよね。なんか、人とのつながりを信じれないライオンがさ、すごい辛かったんだけどさ、今回はこう、手を取り合ったわけじゃん。うん。なんか僕勝手にそのバイバイバイ声は手をさ、結構大事にしてるなって思うんですよ。曲だったりとか、いろんなシーンで手を重ねるだったりとかあると思うんですけど、なんか今回は、もうまさに手を取り合って、こう、助け合うみたいなさ、感じだったじゃん、二人が。言葉では伝わらない、手からしか感じられないぬくもりというかね。そうだよね。なんかコミュニケーションが苦手な二人だからこそできたのかなっていう感動です。うん、そうそうそう。すっごいよかった。意外な組み合わせなだけに、うん、なおさらなんかこう、あ、ここかーみたいな。そうだよね。いや、マジ大役あったけーと思って。いや、最高、もめっちゃ、もうますます好きになった。そうだよね。うん、いや、なんか大役今までさ、まあ、なんか可愛いキャラとしていたわけだけど、これでもっと好きになる人増えたじゃない、うん、そうそうそう。可愛い可愛いだったのに、今回めっちゃかっこいいだったから。うん、あの目のね、キッとした差分がさ、めっちゃよかった。そう。あんたそんな顔もできんのお母さん。そう。ゆう先生がさ、こう、めっちゃ沈んじゃった時に、ダイヤくんの手でこう、覚醒させるのめっちゃよかった。あ、よかった。めっちゃよかった。うん、これは、止まらねえな。止まらないね。止まんないから、うん、とりあえずは、あれだ、第6話うん。が来るときは、ミロッキのチャンネルでね、あ、そうだね、上がるんだよね。うんうん。だから、奇数回が私、偶数回がミロッキのチャンネルで上がることになってるので、はい。第6話が出たときは、ミロッキのチャンネルをぜひチェックしてみてください。チェックしに来てください。はい。で、まだ、拾ってない要素といえばまだ繋がってない要素って何なんかあったほら。おまけよ、おまけでさ。うん。まだまどかちゃんのやつ見てないじゃない。そうだ、そうだ、ごめん。やばい、まどか好きって言ってたのに。ごめん、忘れてた。そう、ちょっと大事よ。これはチェックしないと。じゃあ、まどかのやつ最後、チェックしに行って終わるか。そうだね、まどかちゃんのやつチェックするのと、うん、あと、あれかな。かなたくんにさ、うん、メダルあげたバージョンの、あれ、ゲームオーバー多分なるんだろうけど、それもちょこっとだけ見たいかも。あ、確かにね、前回の UFO キャッチャーみたいなやつと、同じ感じで多分ゲームオーバー多分あるような。うん。多分めっちゃさらっと行く気がするけど。オッケー、見に行こうか。オッケー。はい、今、チケット、あ、25チケットもあるデータで来ました。おー。ということでね、まどかちゃんに。はい、まどかちゃんに。これ。よし。万が一にも、うんたらかんたらですもんね。ねえ。もう一回。万が一にも、このまま帰ってこないなんてのは絶対になしです。なしです。ちゃんと手に入れたもんね。そうだね。掴んでるからね。うん、何ですか？さあ。かき氷いかがでもいい？チケットで交換できるでもいい？どれもまあまあ映えそうですね。さあ、どれが食べたい？まどかちゃん。そうですね。まあ、かき氷ですかね。期待させておいて。なんか流れあったな、今。うん、あ、かき氷ね。最低。いいんですか？いや。やった。そういえば、まどかが撮られちゃったカメラって、お父さんに買ってもらったんです。じゃあまどかの家族との思い出が詰まった大事なカメラってことだね。あ、まあそれもなくはないですけど、あのカメラがないと新しいバズりを追いかけられませんから。
追いかけなくちゃ。新しいいいものを取らなくちゃ。マドカ大丈夫かな。まるですがるようにバズリを追いかけてるように見えるけど、そんなの俺が偉そうに言うことじゃないか。ここでめっちゃフラグビンビンに立てたんですね。いや本当によ。そっか、なるほど。言えない。てかこれで終わり？終わりだ。マジで？わあ、そう。なんか嘘。まあ、なるほどね。これ本編中に回収できてたらちょっとね、よかったね。いや、そうだね。うん、マジか。不穏な空気を、ここで、そう、うん、察知できずに私たちは。急にマドカいなくなっちゃったんだ。うん。そっか。なんか逆にここでさ、ゆずり派の話とか出してたら、今、ってなってたわ。確かに。まだ気づいてないんだよ、だって。あ、そっか、そうだよね。そうそうそう。そっか、ゆずりはちゃんが褒めてくれたデータなんだってこうかなたに主張したときに、うん、そうだ本当に撮りたかったのって、そう、あのカメラが大事なんじゃなくて中に入ってるゆずりはのデータだってなって、そうだわ、うん、そこで初めて気づくんだよね、きっとね。いや、なんかもしさ、この場にゆずりはがいたら絶対違ってただろうね、何かが。うん、だってカメラのデータよりもこれからも私を撮ればいいじゃないって言えばさ、そう、ゆずりは、ゆずりはちゃんの存在でかいよ。ゆずりは帰ってきて、帰ってきてくれ。はあ、っていうことであれか、あのメダルのバッドエンドも見ますか。はい。ひなびやのす。いや僕さ、うん、あのまだあと2話残ってるわけだけどさ、うん、この第5話が一番好きかもしれん。わかるわ。だし、この流されるプールのね、うん、あの、はい、何このデザインが好きすぎて。いいよね。いや、そう。これ全部良かったけど、今までのやつ。これ、そう、これいいよね。この BGM。でーん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 。本当にこう BGM で流される感があるよね。うん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 。ガタゴーン。いや、綺麗。これ、めっちゃ綺麗。結局この浮いてるクラゲとか金魚何も関係なかったね。そうだね。なんかね、攻撃してくんのかと思ったら、うん、障害物っていうからこいつらが障害物になるのかと思ってた。え、そうだよね、うん、ただのおしゃれだった。本当にデザインだったね。いや、この太陽が照ってる感じのさ、うん、手前にあるこのシャボン玉とかこの緑のこうプカプカみたいな、うん、これがなんか好きなんだよな私。あー、わかる。ダイヤくんいっぱい喋ってんな、こうやって見ると。うんうんうん。いや、怖かった、本当に。しずくしずくしずく、簡単、すごっ。あ、間違った、危ねえ、魚に行くことになっちゃう。これで間違えたらダメだよ。どうなってたんだろう、間違ってたら。ちょっとそれも見たかったわ。確かにミニゲーム失敗したらどうなんだろうね。もう一回って言われるのかね。何やってんだよ。あー、罵られるのかな。ののしられ今どうなったろう。これで、うん、私は何もしない。なんて悪いやつなんだ。ひかるちゃん頑張って。あ、頑張ろうって言ってくれてんのに。頑張ろう、ゆう先生。私が当たりっぽいボールを探す。デミにらめっこしようぜ。なんかでっかいボールが来た。いいでみけど、ボール取らなくていいでみ。にらめっこしましょう。笑うと負けよ。でみみ。かわいい。お宝いただきだぞ。素で変な顔でみ。そうなのかな。面白いでみ。それって、なんか、うん。褒めてるでみ。あ、褒めてるんだね。でもにらめっこ最強でずるいでみ。あ、にらめっこ最強かな。何もしなくても面白いでみ。あ、本当に褒められてるのかな。褒めてるでみ。この話収集つかなくない。つかないでみ。あ、第一部終了でみ。ねえ、しょうもなさすぎるって会話が。
脳死で喋ってた。負けてる。あれおかしいな。おかしいな。そうなんだよ。これね、2回やんなきゃいけないからさ。うん。ちょっとデミが、その時間の分の雑談考えといてくれるって。あ、ほんと？うん。助かるな。先生、助かっちゃうな。仕方ないでもいいね。デミ、いいやつすぎる。もしかしてお前、いいやつなのか？今更でもいいか？いや、もう、改めて、ありがとう。デミ、デミ、デミ、デミ。かわいい。かわいいな、足音。うん。いや、これ、8チケットしか結局、あれか、優先生頑張ってないから、持ってないから。あ、そうじゃん。足りる？足りない。ちょっと記憶ゲーだけサクッとやってもらいたいなぁ。うんうん。ほう。あ、無理か。半分だったな、今。空のやつは取っとくべきでしたね。取っとくべきでしたね。にらめっこなんかしとらんと。失敗してるなぁ。このデミも呆れ顔だよ。うん。あ、足りねぇ。足りねぇ。これは反省ですね。猛省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 。どうせね、ゲームオーバー見るだけなのに。そうなんだよな。ピオスが楽できないっていうだけだから、うん、まあ頑張りますよ。はい、頑張ってください。はい、ここら辺はね全部カットですから。寂しい。俺たちただ遊んでるだけってこと。そう。つらいな。ウェーイ。さあ覚えるぞ。ここは優先生か。これ失敗してみたら。あ、失敗してみるわ。せっかくだし。しずく、魚、魚。な。ああ。あれ間違えた。落ち着いてもう一回だね。あ、これは優しいんだ。もう一回間違えようかな。しずく、クラゲ、人で。あ、ゾウヤが送る。あれ間違えた。そうだね。あ、絶対ゾウヤが指摘してくれる。人で魚。なるほどね。なるほどね。早いな。いや、今まで優先生本気出してなかっただけだから。なるほどね。クラゲ、人で、人で。クラゲ、人で、魚。魚。あれ間違えた。魚。なんか違うなぁ。魚、人で、しずく、水、人で、魚、やばい。妨害馬いる。ほら、よしよしよし。すごい。悔しい、ね。ちょっと怖かったわ。これ、連打ダメだった時どうなるんだろうね。おぉ。ダメだったことあるのかな。ね。よし、行くぜ。ここは優先生が。ダメとかはないんじゃない？うん。ズベーってなるが。どうなんだろう。はい。あ。ずっこけてるな。あ、特に誰も反応してくれない。誰か応援してよ。本当に。マメラス。うまくいった時だけ褒めてくれるんだ。褒めてはくれるで。寂しいな、一人でずっこけんだ。誰も見なかったふりしてくれたね。途中で失敗すると下がったりする？あ、もっとエネルギッシュに。ああ、なるほど、最初だからか。ないない。かわいい。進んでないのら。サボったくせに。頑張るのら。全員のが見たいけど。限られてんのかな、人数。あ、そういうことかな。ちょっとヒカルちゃんとか、ね、見たい。そう、まどかちゃんとかのやつも見たい。もっとダッシュしろ。お、いいね。いいぞ。頑張って。あ、応援してくれるんだ。応援してくれた。嬉しい。でももっと怒られたかった。ゆ先生進んでないよ。足動いてる。あ、めっちゃ応援してくれる。嬉しい。まどかちゃんに何も声かけてもらえないんだけど。あ、確かに。あらら。あれ、ゾウヤちゃんはちゃんと喋ってくれるな。そうだね。え、でも、アララの時の差分、あんま見たことなかったかもしれない。ね、見たことなかった。うん。あ、手をこう、キュッてしてた。まどかちゃん、まどかちゃん、
かわいい、ね、あこれはあるか、これはバズるかも、そうこっちはあるんだよね、そうだね、えこれはバズらないかもって言ってほしいわ、言ってほしい、これはバズりませんね、これはバズらないですあ言ってくれないな、言ってくれないね、まどかちゃんは、あららかわいい、まどかちゃん、まどかちゃん来てくれないなわー来ないな、まどかサブンだけない、俺はまどかに応援されないと進めないめっちゃめんどくせえ先生みんなに応援されてからじゃないと俺は早く行かないかなって思ってるよ多分みんなまどか、まどか、え来ないのかな、来ないね、なんで来ないよ、用意し忘れてる、えそんな悲しい、ちょっとラストやっていい、ラストいいよ、うん、これで来なかったらちょっと諦めるわ、オッケー、ちょっとそしたらマイマイマイ公演っていうかサンリオにちょっとお願いするか、うん、まどかちゃんの差分を作ってください、はい、作ってくださいなんでまどか差分ないんですか他全部出てんのになねえ、ああこれはダメダメですね、やったー、来たちゃんとあった、よかったよかったわ、逆になんで出なかったんだっていうかダメダメって言われたな、つらいつらい、顔もめっちゃ可愛かったね、へにょんってしてた、嬉しい、めっちゃ激萎してた激萎してたね、カメラ構えてくれなかったなないけどカメラ今そうだった、あデミ考え忘れた、デミ、え、ちょっとさっき言ってたじゃん。デミ、ちゃんと考えとくって。デミは、この、マイマイマイ語園のキャラクターで、一番好きな子は誰、デミ？一番好きなキャラクター？デミ。あ、そうだなぁ。まあ、ダイヤくんかな。デミ！デミもデミ！デミもそうなんだ。ダイヤくん推しなんだね。デミの推しキャラはダイヤくんとあの、マイ様デミ。あ、マイさん好きなんだ。君なんかビビってなかった、でも。マイ様はあの、幼き怒られるデミ。ああ、なるほどね。あ、そういうのあるんだ。怒られるデミ。あ、ちょっと怖いね。ああ、ダイヤくんが頑張ってるデミ。応援するデミ。あれ、傍観してるデミ。あれ、ダイヤ何もしなくなっちゃった、さっきまで動いてたのに。動かなくなっちゃったデミ。あ、第二部終了デミー。あー、終わっちゃった。ぬるっとしてるわ。ぬるっとしてるね。これなんで2対0のままなんだ？取ってないんだね。うん。あれでもメダルは20枚取ってるな。なんでだ？お。やった。これでメダル15枚。かなたとひなたで脱出だ！そういうことだから。僕たちはあとは適当に休んでるよお前たちは好きにするんだな、え、待ってよ、カナタ行っちゃった、お前ゲームオーバーって出んじゃない、お、その後カナタは二度と俺たちの前に現れなかった、ひなたと二人で脱出してしまったんだろうか、急何がどうなってゲームオーバーになったのかあんまよくわかんないな。本当にだよ。この後どうなったんだよ。あれか、マイマイマイ語園の意図としては、こう、うん、それぞれの園児たちが成長することを目的としてるから、うん。成長せずにかなたくんが脱出してしまったからゲームオーバーってことかな。あ、もう、そろそろ終わっとくか、プチってこと。そうそうそう。ひどい。見さしてくれよ、もうちょっと夢短けあ、成長してないんだったらまあやり直しって、いやー負けちゃったな俺たち、負けちゃったゲームオーバーになっちまったよ、いやデミがちょっと魅力的な話するから、いや詰まったかったけどもすごい無難なことしか言わなかったからね、そうだねそう、デミの中の人出てたから中の人いたね。そうそうそう。まあでも、舞様推しってことが分かったけど。うん。多分ね、ちょっと恐れ多いけど、でもなんか、女王様気質みたいなところがあって好きみたいな、そういうところがあるのかもしれませんね。ああ、なるほどね。
犬にされてるわけだ。いや、カエルデミ。カエルデミ。カエルか。いや、一個さ、そうだ、その、舞ちゃんの話で、うん、こう、大人舞ちゃんと子供舞ちゃんが出てきたじゃんか。うん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 。で、子供舞ちゃんの方は、その、ユーロピアそのものっぽい。ああ、そうだったね。そう。四角四角みたいなやつ。うん、そうそうそう。だから、ここが、こう、子供と大人で対峙してバトルみたいなことあったらちょっと熱いよな、とか思ってる。どういう軸あの、結局はさ、ちっちゃいのはさ、昔のその舞ちゃんの姿を借りて現れてるだけみたいな。あーっぽいね。そう、感じだから。うんうんうん。こう、なんとか助ける準備が整って舞ちゃんがユーロピアに助けに来ましたとかってなった時に。うん。こう、子供と大人が対峙して。あー、それいいかも。ね、勝手に私の体使わないでみたいな。うんうんうん、うん。あったら熱いのになーと思った。ユー先生らは何が起きてんのかわかんないしみたいな。そうそうそう。で、そこでようやく、舞ってはっきりわかるみたいな。ああ、なるほどね。ね。記憶取り戻してもらわないと。そうだよね。うん、再会して、ユ、う、ー、ん、先生がなんであそこで最初倒れてたのかって話になるわけだ。そうそう、そこの解明がね、全く触れられてないから。てか、そうなるとさ、うん、あれか、ユー先生のさ、まず深掘りが入るからさ、最終回どうせ。うん、ああ、確かに。どうなんだろう、シンタがそこで一緒に入んのかな。入ってくれなきゃ困ります。そうだよね。ってことは、シンタ個別っていうよりかは、ユー先生と二人でかもしんないね。あー、で、一緒に、うん、成長？ユー先生とシンタくんが今度は手をつないで一緒に成長する？かもしんない。あー、私得ですね。それでも、ね、いいね。うん。さすがに第6話でシンタくんじゃないと思うんだけどな。そうだね、まだ早い感がある。うん。え、でも、なんか6話終わりでさ、うん、シンタ絶望して次回へみたいなありそうじゃない？もう絶望顔の差分がどん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 増えていくのかもしれない。いや、かもしれん。渡る死んで、うん、もう終わりだ、ヒーロースタイム。もう誰も俺をリーダーとして頼ってくれる人はいないって。なるかもしれんよ。あいいね。いいね。悪い大人がいる。いや、ちょっとね、可愛い子の絶望顔ってたまらないところがありますから。そうだね。うん。今回のかなたくんの顔すごかったもん。いや、そう。めっちゃよかった。うん、たまらんかった。たまらんかったね。ひなたくんがいないから両手が空いてるからさ。うん。両手をこう、顔にこうやって、うわーって泣いてるところの差分すごい好きだった。あ、確かに。両手、そっか、うわぁ。うわぁ、それ確かに。嫌な趣味でしょう。絶望だわ。これでね、ダイヤくんの絶望画を見なくて済んでよかったですよ、私は。いや、本当に。よかった、ダイヤくん絶望しなくて。うん、そう、シンタくんの絶望画は見たいけど、ダイヤくんの絶望画は見たくないから。うん、そうだね。うん、まだなんかちょっと泣いてるぐらいならいいけど、うん、絶望画はちょっと見たくないかも、ね、想像できないし。彼は幸せでいてほしいです。うん、いてほしい。うん。じゃあ、これから今からね、ちょっとミロキとファラウェアとアルマに聞くんで。うん、聞こう。ってことで、第6話で、はい。お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。